はい、こんにちは、スワクタカと申します。今回は、この前ね、紹介したシャドウルドラグマともね、こちら、レシピはほとんどっていうか、全く同じです。このレシピですね、対戦をやっていきたいと思います。どの程度戦えるのか、どんな動きをするのか、実際にね、カードとして見た方が、皆さんとしても分かりやすいかなと思って、この動画を見ました。詳しいね、動画の説明、デッキの説明はですね、またこちらの動画、下の方のリンクの方に、ごめんなさい、説明文の方にリンク貼っときますので、僕の、紹介動画を見てあげてください。はい、それでは、早速にもささっといきたいと思います。対戦動画です。どうぞ。
はい、いかがだったでしょうか。シャドールドラグマのと対戦でした。いやー、いろんな動きができて、なんか可能性は広がった感じがしますね。その分息切れが激しくなったところが純シャドールに比べての問題点かなと思います。改良の余地はいくらでもあると思うので、もしこうした方がいいよと言ってアドバイスがあればコメントでお願いします。それではアクテカでした。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。